日本東京都世田谷区世田谷地域、大使堂大使堂は東京都世田谷区の地名である。現行行政地名は大使堂1丁目から大使堂5丁目。郵便番号154-0004。道区の中央部やや北東に位置し、1丁目が国道246号の南にある以外はすべて国道246号の北に位置する。北に台座は東に。 三宿池尻、南に三軒茶屋、下馬、西に、若林に接する。鉄道の駅は、三軒茶屋駅、西大市道駅が設置され、幹線道路は、国道246号線、世田谷通り、茶沢通りが通る。三軒茶屋駅周辺と世田谷通り沿いに、商業地が広がり、その他は、住宅地が多い。 国道246号の南で1丁目7番地には、学校法人昭和女子大学が位置し、幼稚園から大学院まで同じ校地に共存している。河川は、東西にカラス山川が流れるが暗渠化されて、緑道となっている。地形的には1丁目は概ね平坦だが、2.4丁目と3.5丁目の中央を通るカラス山川緑道に向かって、急な坂も点在している。 三県、茶屋駅周辺も大使堂になっており、キャロットタワーや西遊などの商業施設などが立ち並ぶ、中に、東急世田谷線が、キャロットタワーの地上中心部から出ている。大使堂本町周辺には、聖徳大使を建て祭る縁泉寺や、東京湾丹本舗が存在している。二丁目には、大使堂グループの創業時の本社が存在していたが、2015年に移転した。 三丁目にはかつて国立小児病院が存在していたが、2002年2月に閉院となった。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、大使堂2の10の14の地点で55万4千円、平方メートルとなっている。円泉寺が聖徳太子を建て祀っていることから大使堂と呼ばれていた。これが町名として採用された。江原郡にあって、 大志堂村の記述は、安土桃山時代頃から見られる。その後、世田谷村に合併されるなどし、現在に至る。木造住宅密集地域もあることから、災害時の被害が最も懸念された地域である。同地区では1970年代より、地域住民主体のまちづくりが盛んな地域であり、世田谷区が住民参加のまちづくりを推進することを目的として、 町づくり懇談会を設置し、住民参加型の会議を作ったことがきっかけで始まっている。しかし、当初の段階では、地区住民の行政批判や住民同士の利害関係が顕在化し、順調な滑り出しとは言い難い面はあった。懇談会がなされた一年を経過した後、懇談会に参加した住民の中に次第に、 批判や要求ばかりでは、地区内の問題は解決しないという機運が生まれ、住民の側にまちづくり協議会設置に向けた準備会が発足された。準備会では、住民主体のまちづくりを目指す、地域の住民が何時でも誰でも参加できる、組織、合意形成に努める。ハードばかりではなくソフトを含めた総合的なまちづくりを目指すことを原則として、82年に、 町づくり協議会を正式発足させた。町づくり協議会では、住民が主体的に町づくりを考えるには、基礎的な知識が必要であるという認識のもとに、勉強会と街歩き、町点検の活動を始め、これが近年町づくりの分野で多用される、町づくりワークショップの始まりとなっている。今日では、町づくりの先進地区として、全国からの注目を集めている。 大使堂地区は特に全校にある通り、町づくり、特に防災関連について、地域を挙げて力を入れている。地元町内会となり、公共施設を利用して、年1回ほどのペースで、防災訓練などが実施されている。訓練については、大使堂地区の防災対策、訓練を参照されたい。以上の防災に対する経歴で、大使道地区や、区立大使道中学校が、 東京都知事から表彰を受けたり、小泉純一郎内閣総理大臣から内閣総理大臣賞を受賞したりしている災害対策の先進地域である。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。